日本の防災対策、災害対策、あるいは避難所での対策、被災者対策は国際標準なんでしょうか。ところが、国際的にはもっともっと被災者対策、防災対策が進んでる国があります。こういう国の取り組みをちょっと紹介したいと思います。まず1998年に、国際赤十字や国際 NGO がスフィア基準、人道検証と人道対応に関する最低基準、通称スフィア基準を提唱しております。でこの、提唱、具体的には避難者は、1人当たりの居住空間は最低 3.5 平方メートル、トイレは20人に1つ以上、男女1対、女性3の割合で設置すると、こういう基準が国際的には定められています。日本の避難所の生活っていうのはこれどれも満たしておりません。それから地震対策の大国のイタリアでは、1980年に市民安全省という国家レベルの防災対策を行う省庁が設置されております。そして、避難所に TKB、 トイレ、キッチン、ベッドの頭文字ですけど、これが標準装備されるようになっています。各州に、こういう装備が備蓄されているようです。そして州は地震が起こったら48時間以内にそういう整備を避難者のところに届ける。だから、イタリアでは、トイレは十分ある、そしてあったかい食べ物が食べられるキッチンが配備されている、それから家族ごとの大型テントで、あったかいベッドに寝られると、プライバシーも守られると、こういうような取り組みがなされているわけです。私たちはこのスフィア基準や、イタリアの取り組みなんかに学んで、もっともっと防災対策や、被災者支援、これを充実させる必要があるんではないでしょうか。